キャプテンのキーです。こんにちは。前回がアッキーのテンセンシャルだったので、今回はキーを作る10個のアイテムを紹介していきたいと思います。スタート。もーし。はい、ということで、じゃじゃは iPhone です。こちらがね、一番なくてはならないものです。ハンドメイドをやってるんですけど、そのオーダーの DM をやり取りしたり、インスタをやったり、 YouTube の編集をしたりするので、これがなくてはならないじゃじゃになります。2つ目はこちらです。任天堂スイッチです。こちらはですね、趣味になるけど、ちょっと最近はできてないんですけど、だいたい夜にやってます。最近ハマってるのがフォートナイトです。フォートナイトをいつもケンジとやってます。いつも戦場でね、戦ってます、一緒に。あとはスプラトゥーン3、2もやってたんですけど、3も出たので買いました。ゲームやってる方はお友達になってください。フレコ送ってください。返すかわからないです。フォートナイトはお仲間募集中なので、こちらはぜひよろしくお願いします。こちらです。今も着てるんですけど、こちら3つ目は筆記です。キーにとってはちょっとなくてはならないものです。こちらはバレッジベストです。これはなかなか見なくて、下北で働いてたんですけど、古着屋さんで、その時に出会ったやつです。これをなかなか見つけられないので、ずっと持っておきたいなっていう服でございます。あと冬はこういうチャンピオンのリバースのパーカーとかを気に入って着てます。このフードの立ち具合とか、あと結構ガシガシしてるので、なんか気にせずラフに着れるのがです。こちらが分断の蓋バッチとサッシです。こちらはね、足元クラブっていう、これはなんとマキコさんも乗っております。イエーイ。懐かしい。なんか実際にリアルで会うより先にこの雑誌で一緒に乗れたっていう、この時全然スニーカー界隈の人はつながりなかったので、いいくらいかな。あ、見ました。これ見て、おー、ハッキーだって思ってました。インスタも知ってたので、個人的に多くなりました。2018年、4年前ですね。これキーはこちらです。あ、かわいい美容師。あ、見開き。そう、なんかたまたま見開きで載ってまして、美容師時代の場所で、これはアシックスタイガーを履いてます。なんかナイキとかいっぱい履いてるから違うので着てくださいって言われて履きました。もう一個あるんですけど、こちら古着女子っていう、古着の女子がいっぱい載ってる雑誌になります。インスタこうね、結構頑張ってる人とかいっぱい載ってるんですけど、下北の古着屋さんにいた時に、なんとトップ店員として乗りました。ここにいます。まさか自分が雑誌に乗るなんて思ってなかったので、すごい思い出深い本になります。5つ目は帽子です。古着が好きなんですけど、帽子も全身のコーデに入れることが多くて、どんどん増えてるんですけど、これはどっちもユーズドなんですけど、こっちは10年以上前のやつらしいです。美容師時代の先輩の方がくれました。これいるって言われて、え、いりますって言ってもらいます。かぶったらこんな感じです。ちょっと浅めのやつなんですけど、結構合わせやすくて気に入ってます。こっちが下北の元古着屋の時の先輩が、ソーバットヴィンテージっていうユーズドの帽子とか花瓶を置いているお店があるんですけど、そこで見つけました。セブンパネルで、なんか珍しい
取って、あとトムジェリーが可愛かったので買いました。でもね、誰とも被らないので気に入ってます。あと最近編み物を始めたので、こんな感じで最近毎日毎日編んでます。日々成長して、ちょっと作れるものが増えてきたので、これからオンラインとかにも載せたいなと思います。こちら、さっきの帽子妖怪の続きなんですけど、これで編んでます。ひばりの棒になります。これを全部100均で買いました。編み物人生はこれから始まりました。毎日持ってますね、これ。こうしてずっとずっと編んでると、ちょっと足も痛くなるんですけど、なんか夢中になれるぐらい編んでるので、ね、ちょっといつか対策を作りたいなと思ってます。7個目、あった。あ、ちょっと違うな。おー、来ました。私はですね、ミュージカルのものが好きで、学生時代からハマったハイスクールミュージカル、知る人はでも知ってると思う。これ本当毎日のように見てましたね。そっからミュージカルにハマって、グリーっていう海外ドラマもハマりました。なんかこの時から、なんか海外に興味がなんか湧き始めた頃ですかね。なんかいつか絶対海外行きたいなって思ったのも、こういうのに影響があります。DVD 買うぐらいやハマりましたね。今でもずっと見れます。こちら、自由の女神、くまさんバージョンです。さっきの DVD の紹介に聞きに行ったんですけど、その海外にずっと行きたいっていう。で、海外は専門学校時代にフランスに行ったり、あと韓国に旅行行ったりで、その美容師をしてたんですけど、ずっとそのニューヨークに行ったって、美容師を辞めて古着屋さんに入るぐらいの時にニューヨークに旅行に行くことができて、記念に買ったやつで、本当に行くのが夢で、やっと行けて、タイムズスクエア行ったりとか、自由の女神、あとブルックリンの古着屋さんに行けたことがとても楽しかったです。美容師の時の先輩だった人がニューヨークにいるんですけど、その人にも会いたいなっていうのもあって行きました。海外はそうですね、まだまだ行きたいので、ちょっと死ぬまでにカリフォルニアのディズニーに行きたいです。その夢を叶えたいです。来ました。ちょっとこの一番好きな映画がこのホームアローンです。サブスク動画にもあるんですけど、なんかだいたいレンタルとかなんで、もう DVD を買います。今特にこのホームアローンの時期なんですけど、自分は時期関係なく見ます。で、ずっと探してたホームアローンのセットをゲットした時は本当に嬉しくて、これは多分一生持ってると思います。もしなんか自分の子供とかできた時にこれ着ていくからなんかエモいなって思います。これはちょっとずっと持ってたい。お気に入りの一枚です。誰にもあげません。こちら、アディダスの箱に入ってるんですけど、アディダスとホームアローンコラボのスニーカーです。コラボが出る、これはもう絶対に狙うしかないっていうで、ゲットできて本当に嬉しい。なんかもうこだわりがすごくて、特にこの絨毯のところ、なんか絨毯みたいな、インカのラグみたいな素材とか、この後ろの取っ手に鉄を温めてこう引っ掛けるやつがあったりとか、なんかこだわりがすごくて、こんな長引きあるのなかなかないと思うんですけど、なんかもったいないので、なんか飾りたいですけど、飾り方はわからないのでコメント欄で教えてください。紐にシューレースにつけるこういうのも入ってたりとか、おまけがたくさんありまして、ホームアローン好きには大興奮の一足でございます。ちょっと大事に大事に履いていきたいと思います。はい、ということで、シューレースつける10個のアイテム紹介でした。多分これを見たら、なんかうちらの好みが多分わかるので、めっちゃ合う人は合う。で、海外っぽいのがちょっといいかなって改めて思いました。ベースはホームアローンやらミュージカルや
上野から電車を受けて、あのハンドメイドを作ったりとかしてるので、ちょっとこれからもなんかセンスを磨いていきたいと思います。次は、NHK で入ってくれた三木康子さんの動画なので、それもお楽しみにしてください。バイバイ。